はいどうも、ワンダラズフロムイースの実況プレイ。とりあえずレドモントに戻るところからかな。で、装備品が欲しいよな。装備品じゃないね、回復アイテムか。レドモントの問題はこれで片付いたわけだよな。問題はこれで片付いたわけだよな。どうしたんだアドル、浮かない顔をして。お前は今やこの街のヒーローなんだぜアドル。エレナは？エレナはどうしたんだ？アドル、お前は立派な剣士だ。本当に強い人間は自分の弱さを知っているものさ。さあ、アドル、エドガーさんの家へ行け。そしてエレナを助けに行くんだ。よし、こう時に元気づけてもらったし、とりあえずイベント見ちゃおうかな。ここだっけ。あ、違う、ここは違うか。あ、ボブが生きてるとこだな。ボブの話聞いとくかな。ボブにこう剣を振り回してる剣振らなくていいんだけどな。うん、まあ生きててよかったよな。はい、この隣かな。ここですかね。アドル君、君には何と感謝したらいいのか。さあ、その帳簿を渡してくれたまえ。なんだって。確かにあそこへは誰かが行かねばならん。だが生きて帰れるという保証はどこにもないんだ。君はまだ若い。まだ世の中に知らなくてはならないことがたくさんあるはずだ。エドガーさん、これからもお願いするよ。アドルを行かせてやってくれ。アドルは単なる旅人じゃない、冒険家なんだ。生きて帰れるかどうかわからなくても行かなくちゃならない時があるんだよ。ああ、エドガーさん、ここは一つアドルの力を信じようじゃないか。アドルか、これを持って行きたまえ。ガルバラン島で必要になるはずだ。これは何に使うんだろうか。装備品なんだこれ。なんか使用アイテムっぽいですね。そうなんだ。まあいいか。とりあえず、薬草とかね、必要なもの買っておきましょう。どういう風に使うんだろうな。あ、また押しちゃった。かな。まずリング回復して、あとは、薬草を買いますと、プロシアの飛躍を買います。こんな感じですかね。あ、そうだ、精霊の首飾り、これ復活アイテムだよなきっとな。うん、まあこれでいってみるか。これも一応買っとく。ちょっと待った。それまで、これまで全然忘れてましたけど、アミュレットとかはこれ敵に対して使うのかな。ちょ、今リング装備中か。ちょっと待って。プロテクトリング外さないと。プロテクトリングは、こう、ダメージを、無効化する効果があるみたいですね。よし、じゃあ行ってみるかな。これで万全でしょう。装備も完璧になったし。この城壁にさ、こう、穴が開いてるのはあれなんだろうね。なんだろう。甲状腺でもあったのかな。カタパルトでさ、石とか飛んできて壊されたとか、そういう感じかな。ガルバラの島。わ、すげえ、かっちょいい。しかもこの音楽、
よし、ではまずは、セーブを取っておきましょう。よーし、行くぞ。どんな感じなのか。これで先に進める。さあ、敵多分強いだろうから気をつけていかないと。ちょっと待って、これはこれ鬼火の宝珠かな。装備するだけで意味がある。あ、いや、じゃあ関係ないか、これ鬼火の宝珠関係ない、これ。いや、そんなことない、関係あるか。これをつけているとサーチライトみたいになるのか。なるほどな。よし、じゃあ行ってみるか。うん、敵の HP 高い。でも基本的に一撃だな、このゲーム。雑魚的ってさ、基本的に一撃だよね。今のところ問題ないけど、これは、あ、下か。あ、こうなってたのか。なんかさらに下の方に降りられるみたいだな。これはちょっと気をつけていかないと。この下に縦穴がありそうだな。一応セーブ取っときますか。じゃあ降りてみる。あ、縦穴じゃないな。足場が、じゃあ見えづらくて危ねえ。ちょっとダメージくれちゃったぞ。どうする、回復取っとくか。いや、これ行き止まりじゃないか、これ。行き止まりだ。こまめに回復取った方がいいかもしれないか。まあ、リングパワー回復できるところがあったらね、やりましょう。ここでやってみるか。よし、こんな感じで250まで回復したし、この縦穴大丈夫かな。落ちちゃって、敵は2体だぞ。ドキドキです。これは上に上がるぞ。なるほど、合ってるのだろうか。ちょ、一応なんか足場確認しながら行こう。変な穴に落ちたくもないし。これは、あ、こうなってたか。お、分かれ道か。あ、違うな。はい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 、一応セーブ取っとこうかな。これは上に上がるのかな。今のところでもそんなに複雑な仕掛けとか分かれ道とかはない感じですかね。これはどうなってる。この明かりがまどろこしい。さっき死んじゃっていいのか、これ。あ、ちょっと待った、階段がある。あ、なんかこれはどうなってる。落ちない方がいいかな。あ、ちょ、いや、ダメージ食らっちゃった。回復できるかな。うん、ちょっと回復取ろう。あそこに縦穴があるわけだよな。この先行ってみるか。一応セーブ開けておこうか。この先でいいのかな。ここ来たことあるかな。もしかして迷ってるかな。この先スクロールかな。これは、あれ、戻ってきた、これ最初の方に。あ、だね、戻ってきちゃったぞ、ここ。ちょっと待った。ってことは、
まあ結構迷ってる感じだよな。まあとりあえずこれは下で、これは降りちゃう、これは左に行っちゃうと戻っちゃうみたいだからこうだな。それでこっちかで、縦穴があるからさっき降りたところだけど、そこ左の方に何かあるから左に行ってみるか。ここはまだ行ってないはず。ちょっとダメージ受けちまったな。これはどうなってる。ちょっと回復取るか。そいつ肥やしにしよう。よし、この下行ってみるか。まあ、とりあえずセーブ取っておきましょう。ここでいいかな。これはどうなってるの。ここ来たことないはずだよな。慎重にね。あ、ボスっぽいですね。よしよし。では、パワーリングでやってみようかな。うん。まあ、できれば、まだ、ラスボスではないのだろうから、パワーリングで片付けたい。うまくいくかな。どんな敵だ？これオープニングのところだ、ここ。あ、これは。ここから先に行かせるわけにはいかない。これ倒しただろう。前回倒しただろ。これいけるかな。パワーリングでいける、これ。あ、でもいけそうだぞ。いけそういけそう。やった、一撃だ。じゃあ一撃は言いすぎだ。一撃は言いすぎ。あ、 HP 回復しないぞこれ。ちょっと待てよ、この先どうなってる。この先にラスボスがいる。そうすると、まあ、これセーブ取っちゃう。戦中の間って書いてあった今。かっこいい。まあ、先進んでみるか。とりあえずこれ回復したいですよね。ラスボスかな。いや、なんか、あ、すごいこれ、この螺旋階段すっげえかっこいい。この先ラスボスかな。もしラスボスがいるんではあれば、てかラスボスっぽいよな。時間かけて回復取りたいですね。まあ、ラスボスがいるかどうか確認しよう。いや、絶対ラスボスだ、これ。アドル君、待ちたまえ。こうなったのも私の責任だ。君がわざわざ死にに行く必要はない。よく来た。貴様のその勇気だけは褒めてやる。ガルバラン、エレナは、エレナはどこだ。俺を見るがいい。お願い、来ないで。エレナは、エレナはこの事件とは関係ない。私が身代わりになってやる。エレナを離せ。私はアドルの持っている彫像に用があるのだ。お前のような奴に用はない。兄弟共に生き絶えるのもよかろう。アドル、私に歯向かうとどうなるか、よく見るがいい。ガルバラン、私は貴様を倒す。死んでいった数多くの仲間のために。兄さん、もうやめて。なぜ争おうとするの。どうして私たちは殺し合わなくちゃならないの。ガルバランだって、私たち人間だって意思の通じ合える生き物でしょ。それなのに
エレナ、私だってできることならそうしたい。だが現実は違う。あいつをやらなければこっちがやられるんだ。ガルバランを倒さなければ我々人間が壊滅するかもしれないんだよ。別れの挨拶が済んだようだな。二人にはそろそろ死んでもらおうか。なかなか物分かりのいいやつだ。よかろう。彫像を持ってプレートに乗るのだ。なるほど、こうなるだね。よし。今回はここで終わりにするか。次回倒します。それまでにここ回復取っときますね。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。